はい、どうも、ロキです。今日は11月9日。11月9日といえば、任天堂から、スプラトゥーンのタコのアミーボが発売される日なんですけども、買えましたか？あれってさ、3個あって、全部買おうとすると、まあ、3000ちょいするんですけど、まあ、大人の人はね、普通にポケットマネーで買えると思うんだけど、小学生とか、若い子は買えないと思うんですよ。高いから。もう僕が言いたいことわかりますよね。予想つきますよね。そうです。プレゼント企画です。まあ、タイトルにも書いてあるから、まあ、そうなんだけど、このタコのアミーボ、3名様にプレゼントしたいと思います。今日実はね、実は今日僕も急いでアミーボ買いに行ったんですけど、その時に、たまたま、任天堂オンライン有料化のプリペイドカードが売ってたんですよね。で、3ヶ月分、個人プラン3ヶ月分を、まあ、3枚、追加で購入したので、アミーボ3人、あと、ニンテンドーオンライン有料化3人、まあ、副賞みたいな感じで、まあ、合計6人かな。うん、3名って最初言ったけど、ごめん、6人だわ。合計6人にプレゼントしていきたいと思います。気になる応募方法なんですけども、このチャンネルの登録と高評価、お願いします。今まではね、これとあとコメ欄で欲しいですって言っていただいたんですけど、今回からちょっと変わりました。僕 LINE アットっていう、まあみんな LINE やってると思うんですけど、それの公式アカ作ったんで、そちらに欲しいですってコメントしてください。で、これなんでかっていうと、今ね YouTube でダイレクトメッセージ送れなくなってしまって、前にプレゼント企画やった時は Twitter から送らせていただいたんですけども、 Twitter って小学生以下確かできなかったんですよ。なので今回は初めての LINE アットからになります。まあ、プレゼント企画以外にも情報とか、まあ、例えば、まあ、僕これからスプラトゥーンの甲子園出るんですけど、まあ、それに出る情報とかリアルタイムでわかると思うので、まあ、もしねあらかじめ登録してる人とか、うなチャンネル登録してる子とかは結構いいかもしれませんね。この動画初めて見た人もね、プレゼント企画なので、まあもう当選しなかったら外しちゃっていいんで、追加していただけたら嬉しいです。締め切りは今から1週間後の16日の金曜日までになってます。忘れないうちに登録しておいてください。ということで、今回の動画はとても短いのですが、ご視聴ありがとうございました。一応念のため、やることを説明しておくと、チャンネル登録と高評価、そして、LINE アットの登録となってます。LINE アットは概要欄に URL が載っているので、そちらから飛んでください。では、よろしくお願いいたします。